続いてリップルですが、リップルはちょっと下のサポートはもう消してしまいました。で、この右下がりのレジスタンスラインは抜けてきたね。で、もう今日確実にこれはもう、レジスタンス上抜けで定着したと見ていいのだろうというような水準にまで上昇してきております。で、新しいジャンメドは何なのかっていうところで、サポートはちょっと見えない。今のところちょっとはっきりしないんですが、レジスタンス新しい、こう、上値のメドというか、トレンドラインとしてはここがまあ見えるかなという感じですね。で、ただまあ上髭つなぐことに意味があるのかどうか、たまたまキュッとこう急騰した場面のところが多かったりするので、ここをつなぐ意味があるのかどうか分かりませんが、一応ここで、こんな上値の抵抗ラインレジスタンスラインを引いてみました。で、ここで言うと54円台後半、明日になれば50、まあ同じぐらいですかね、54円50銭ぐらいのところが今日明日あたりは意識されるのかなというような形であります。まあ上値の目処としては一旦それぐらいでしょうかね。で、まあここのところあんまり元気がなかったリップルですが、一応モメンタム自体は 0% また超えてきました。で、 RSI もまあ 47%、48% ってところなんで、やや元気出てきたな。で、MACD が無事、レッドクロスせずに、なんとか切り返した。水色の方が、MACD、赤い方がシグナルですが、なんとか、レッドクロスを避けられたというところなので、まだ、また、さらに上昇期待というところですかね。1時間足ベースで見ますと、ちょっとこういう、見にくいんですよね。全画面にしましたが、こんな形になっておりますんで、あんまり1時間足ベースで何か手がかりがあるかっていうと、あんまりないなっていうところですね。で、そういう意味で見ていくと、一応時間足ベースでは三役好転、になってますんで、形はいいよと。で、下の方に抵抗体ありますんで、そこはやっぱりサポートを期待できるかなっていうところと、あとちょっとこっち消しちゃいますが、まあこれもあんまり時間足もあんまり気になる、あんまり意味がないですかね。短期中期長期、足を出しております。あんまり意味のある数字にはしてないんですけどね。6時間ぐらいにしときますか。短期線は6時間の中期線、まあ、24とかにしてあげて。長期線をどうするとちょうどいいんでしょうね。100。168とかにしてみますか。168はあんま意味ないか。188がいいんですかね。いいのか。168か。で、7日になりますかね。で、そうすると168時間移動平均線、まあ7日移動平均線ってことになりますけど、がもうすぐ上向くかな、平行になってきましたん で、あとこの長期線が明確に上向いてくると、時間足ベースでもかなりいい形になってくるかなというところですんで、この上昇、まあ、この価格帯をもうちょっと維持できれば単純に上向いてくると思いますんで、そこを待ちたいかなというのが時間足ベースで、ちょっとそれなりに長い期間見たトレンドになりますかね。で、日足に戻しました。目先ちょっとなんとなくこの30日線、青い線が30日線ですが、ちょっとここ重たそうだなっていう感じはあります。ただ30日あんまり今まで関係ないところを推移してたんで、これはここに抑えられるかどうか、まあ、スッと抜けちゃうのかもしれないですけどね、っていうところはちょっと気になるかなというところです。で、あと下、逆に今度赤い線、7日移動平均線はすんなり、抜けてきて、今日こ
をサポートに、っていう形であります。昨日はこの7日移動平均線がレジスタンス、あとこの前この辺もレジスタンスになってましたが、今度はここがサポートっていう形になりますので、40、50円ぐらいですか、大体。今度はここをサポートに、上値トライっていうような形になってくるのかなというところです。そしてネムですね。ネムの方は結構いろいろなごちゃごちゃっとしていた線を、今のところすべて上抜いてっていうところですね。この30日移動平均とかも抜けてっていうところですんで、あとはもう素直に上昇していってくれるところを期待するというところで、このレジスタンス抜けてこうサポートとしてっていうことになってくると思いますね。今度はこの右上がり、右肩上がりの線をですね、こうサポートとして、ちょっと伸ばしますと、こんな、こういうことですか？これをサポートに、さらなる上昇を目指せればっていうことになってくると思いますんで、まあ、ここともに抵抗体にトライみたいな形になってくるのかなと思ってます。で、一時間足も、リップルと同様であんまり何もないです。ただ、このサポートが比較的すぐ下にいるぐらいなので、このサポートにしっかり支えてもらいながら、上昇を続けていくといい、いけるといいのかなというところでありますね。で、あともうちょっと伸びていくと、抵抗体とかも徐々に右上に来てくれますね。ここもサポートになりやすいかなというところです。で、ちょっとぐっとここ数日でトレンドが変わったなっていうところなので、新たな手がかりが、ちょっと今のところ見つけづらいんですけど、例えば、まあ、こういうふうに今、線伸ばしましたけど、新しい、じゃサポートラインがひょっとしたらこういうことなのかもしれないかなっていうところはちょっと見えてきそうですね。もうちょっと角度が急になってくる、サポートになってくるのか。で、まあ、ちょっと調整をが入ったらっていうことになりますが、ここの高値、まあ、ここの高値をストレートに結んでいいのかどうかっていうところはありますけどね。まあ、こういう持ち合い。まあ、もしくはちょっとこれを無視してここを結んだあたりみたいなところで意識をされるのか、ちょっとここが高すぎますんでね、これはちょっと無視してここから結んじゃうとか、そんなことが意識されるのか、まあちょっと軽く抜けそうでな感じもしますけどね。ちょっと上値はそういう意味で言うとあんまり押さえつけるものがないのかなっていう気もしますんで、そうすると、やっぱり意識されるのはこの辺っていうことなんですけど、重たいのはこの辺っていうところで、だテクニカル的にじゃあ何かが、重しになってるかっていうと、あまり今のところそういうのはない。なので、20円ぐらいまでは、なんとか頑張れそうかなというような気がしております。というところが今のネームの見方です。